マスケランジは、アメリカ海軍の潜水艦。ガトウ級潜水艦の一隻。艦名は原住民のオジブワゴ語ゴゲンミシシッピ川上流と五大湖に生息するパイクの、仲間オカワカマスにちなんで命名された。オカワカマス・マスケランジは1942年4月7日、コネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港され、12月13日、同年7月に、 キスカ島沖で撃沈されたグラニオンの水雷町メリット D グラハムの未亡人によって浸水。1943年3月15日、ウィラード A サンダース中佐の指揮のもと収益する。成長後ニューロンドンを出港し8月7日に真珠湾に到着した。9月7日、マスケランジは最初の紹介でパラン方面に向かった。マスケランジは ユーボートが使用していたものをコピーして作られた新型のマーク18型電池魚雷をアメリカ海軍で最初に使用する名誉になった。9月27日、マスケランジは北緯08度08分統計133度47分、北緯8.133度統計133.783度、8.133133.783の地点で、 を608戦弾を発見し、魚雷を5本発射して2本が命中したと判定。マーク18型電池魚雷は、鉱石が見えないはずだが、この攻撃では雷石を発見されており、護衛の水雷艇詐欺からの爆雷攻撃を受けた。10月2日夜にも、北緯11度26分、東計134度10分。 北緯11.433度統計134.167度、11.433134.167の地点で、輸送船団を発見して、魚雷を6本発射し、2本が命中したと判断された。この紹介を通じて、誤動作により、手動での魚雷発射を行ったものの、客船と輸送船を破壊したと認定された。 10月25日、マスケランジは48日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。館長が、マイケル・ピール・シュロ・チューサに変わった。11月27日、マスケランジは2回目の紹介で、カロリン諸島を呼び、マリアナ諸島港方面に向かった。12月23日未明、マスケランジは、北緯10度04分、統計143度48分。 北緯10.067度統計143.800度、10.067143.800の地点で一隻の大型輸送船と二隻の護衛艦を発見して、魚雷を6本発射し、4つの爆発と1本の命中を確認。12月28日夜にも、北緯09度13分統計147度00、分、 北緯9.217度統計147.000度9.217147.000の地点で輸送船と3隻の護衛艦を発見し、魚雷を4本発射て室戸型球誕艦を撃沈したと判定。1944年1月7日朝にも北緯10度38分統計142度21分。 北緯10.633度統計142.350度、10.633142.350の地点で発見した2隻のタンカーを機関とする輸送船団に対して魚雷を4本発射し、タンカーに魚雷を2本命中させたとした。1月21日、マスケランジは56日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。 この後、HOR エンジン搭載艦は一石残らず、残事エンジンを換装するようにという、合衆国艦隊司令長官権海軍作戦部長、アーネスト・キング大将の命令が出ていたので、メアイランド海軍造船所に開港され、GM 社製 278A16 気筒エンジンに、換装した。4月30日、マスケランジは3回目の紹介で、フィリピン海に向かった。 6月に入ってから他の潜水艦8隻と合流しマリアナ沖海戦に参加する。マスケランジはヤップ島近海で紹介任務に就いた。しかしマスケランジの担当海域を日本艦隊が通過することはなかった。6月28日にダーウィンに寄港。7月4日マスケランジは65日間の行動を終えてフリーマントルに帰島した。 8月1日、マスケランジは4回目の紹介で、フライヤーと共に、南シナ海に向かった。8月14日朝、マスケランジは、北緯13度13分統計120度21分、北緯13.217度統計120.350度、13.217120.350の、ミンドロ東近海で6隻の輸送船、2隻のタンカー、 および二隻の護衛艦からなる輸送船団を発見し、若竹型駆逐艦に対して魚雷を4本発射。1本が命中して撃沈したと判断された。マスケランジは南シナ海を西へ向かい、8月21日朝には北緯11度45分統計109度46分、北緯11.750度統計109.767度、 11.750109.767のインドシナ半島カムラン湾沖で陸岸に沿って、航行中のマサ10戦団を発見し、魚雷を6本発射。魚雷は3本が、輸送船ダバンガマルに向かい、3本のうち1本目と3本目は、命中せず、陸岸に当たって爆発したが、2本目がダバンマルに、命中、ダバンマルは4時間後に沈没していった。攻撃後、 6時間にわたって爆雷攻撃を受けたが、マスケランジに被害はなかった。9月23日、マスケランジは54日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島艦長がローレンス、A ・ウェラジュニー・ジュニア少佐に変わった。10月19日、マスケランジは5回目の紹介で、南シナ海に向かった。主に、 パラワン島沖を紹介し、11月19日夜には、北緯13度36分統計116度09分、北緯13.600度統計116.150度、13.600116.150の地点で3隻の輸送船からなる、輸送船団を発見して、魚雷を6本発射したが、命中しなかった。その後、 本国でオーバーホールを受けるよう命令が出された。12月14日、マスケランジは56日間の行動を終えて、真珠湾に帰島メアアイランド海軍造船所に開港されて、オーバーホールに入った。オーバーホール中に艦長が、ウィリアム・エイチ・ローレンス・中佐に代わり、マスケランジは1945年4月9日に、真珠湾に戻ってきた。その後、 4月26日に、新珠湾を出港し、5月8日に、サイパン島タナパグ港に到着した。5月10日、マスケランジは6回目の紹介で、台湾近海及び東、シナ海に向かった。この紹介では、沖縄を空襲する、第58任務部隊の関西機や、台湾及び、中国大陸の要衝を空襲するフィリピンからの、 爆撃機に対する援護任務を主任務とした。5月23日、マスケランジは一層のジャンクを発見し、浮上して40ミリ機関砲で射撃を行ったところ、相手は、聖天白日機を掲げ、さらに調査してみるとクルーは全員中国人だったため、解放した。この紹介では、戦闘行為はなかった。7月2日、マスケランジは52日間の行動を終えて、 ミッドウェイ島に帰島した。7月31日、マスケランジは7回目の紹介で、千島列島方面に向かった。8月8日、午後、マスケランジは、北緯46度41分統計151度43分、北46.683度統計151.717度、46.683151.717の地点でノームの中を、 小型船で構成された船団を発見。ところが、小型船の中に機銃を装備していたものがあり、マスケランジは帰り討ちにあった。関西方の伊手の一人が戦死し、他に二名の水兵も負傷して、マスケランジの艦隊にも若干の損傷があった。マスケランジは魚雷まで発射して攻撃し、海上トラック二隻を破壊したが、撃沈までには至らなかった。 マスケランジは、北緯45度00分統計149度04分、北緯45.000度統計149.067度、45.000149.067の地点で終戦を迎え、しばらく、エトロフ島近海で紹介を継続した後、8月31日に、東京湾に到着。九月二日に、戦艦水ズ艦上で行われた、 幸福文書調印式に参列した後に、横須賀港に入港し、翌9月3日に出港した。9月12日、マスケランジは40日間の行動を終えて、新珠湾に帰港した。マスケランジは、ニューロンドンに向けて出港し、パナマ運河経由で帰還する。太平洋艦隊との作戦活動後、1947年1月29日に、 予備役となり太平洋予備役艦隊で保管される。その後、ブラジル海軍への対応に先立ち1956年8月31日に最終駅し、1957年1月18日に退役相互防衛援助プログラムの下で対応され、ヒューマニタと関名を改められる。1968年3月にアメリカ合衆国に返還され、 1968年7月9日にロングアイランド沖で標的艦として沈められたマスケランジは第二次世界大戦の選考によって5個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。